飲もう飲もうと思ってて忘れしたスタバのエナジードリンクベリーベリーハイビスカス今日買ってみましたベリーベリーハイビスカスのスタバのエナジードリンク以前シトラスのものを飲んでましたこの後これ買おうかなと思ったんですけどまあなかなかその時売ってなかったから忘れしただからまあ今更ながら買ってみましたセブンイレブンで買いました うん、あの、雰囲気は、あの、シトラスのものと似てますね。あなんか、深い香りがあるんですよね。あの、甘さもあ、甘さ、抑え目じゃなくて、甘さもありますけど、この後ろに、何か、この香り、なんか、癒されるような香りがあっていいんですよね。なんか特別な飲み物、そんな感じがしますね。まあ、エナジードリンク。 いろいろなメーカーが出してますけど、まあ、正直、あの昔のドリンク系、炭酸デカビタ系、なんかそんなものが多い中で、このスタバのエナジードリンク、まあ、なんか特別感ある、そんな感じですね。あのスタバで出てるようなドリンク、あのフラペチーノとかあれ、あれでこんな味がついてたらいいなっていう、そういう印象なんですよね。 まあ何かスタバっぽいもの、そういうのが感じられますね。まあ、あとスタバのマーク、なんか地味に変わってるんですよね。昔、このマークだったかな、なんか、二0なんか二0丸っぽい、二重、なんか二0丸,丸を意識するような感じ。昔はあのおも、外側に文字が書いてあった、そんな感じですけどね、なんか、いつの間にか変わってましたね。も、ま、う、あ、これ、 まあ、どちらが美味しいかって言ったら、ヒトラスの方が美味しい。私はそんな感じがしますね。まあ、ただ、フルーツ感が好きな人、ベリーな感じが好きな人、こっちもいいのかなと思いますね。ぜひ飲んでみてください。